イントレピット海上航空宇宙博物館。イントレピット海上航空宇宙博物館は、ニューヨーク市マンハッタンにある博物館。アメリカ海軍で使用されていたエセックス級航空母艦イントレピッドを利用したものであり、艦船や航空機の展示を行っている。案内書によっては、イントレピッド海洋航空宇宙博物館と書かれている場合もある。 この博物館は、ウエストサイドマンハッタンのハドソン川沿いの西岸、86番桟橋にある、イントレピット財団が運営を行っており、1982年に開館した。空母イントレピットは1986年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されている。空母イントレピットは、同博物館の本館として機能しており、飛行館板上には、 各種航空機が展示されている。このほか86番桟橋では潜水艦やコンコルドも展示されている。また博物館にはアメリカ海兵隊の募集事務所があるほか艦隊集艦の際にはホストとして機能する。また館内にはレストランやミュージアムショップなどの各種施設もある。右玄川右玄川大駅後の空母イントレピットを博物館として 再利用されることが1982年8月に決定されると、船体はニューヨーク市マンハッタン中心部西46番町目の西端でハドソン側に張り出している86番桟橋に経由され、イントリピット海上航空宇宙博物館として生まれ変わり、多くの観光客を集めるマンハッタンの名所の一つとなった。しかし、 築80年以上になる86番桟橋は、老朽化が著しく、構造強度の劣化から崩壊の可能性が指摘されると、2006年には、この86番桟橋を近代的なものに改築するのと同時に、イントレピットにも補修改修工事を施すために、ハドソン川を約 8km 下ったニュージャージー州、ベイヨンのドライドックへ一時移動させることになった。 そこで夏から秋にかけて、船体周辺の川床堆積土砂を浚渫し、この年の大潮満潮が最大となる11月6日、タグボードが6隻で、イントレピットの栄光を試みたが、24年間に予想以上に堆積していた土砂にスクリュー取られて、離岸直後に座礁してしまった。このため一時は船体を解体して撤去する、可能性までもが取り沙汰されたが、海軍及び、 陸軍公平司令部の協力を得て詳細な調査を行ったところ、もう少し堆積土砂を撤去すれば、次の大潮満潮時に離章させることが可能という結論に至り、さらなる春節を行った結果、同年12月5日に離章に成功した。ドックに栄光されたイントレピットには、飛行甲板の修理、未公開エリアの整備、外装の再塗装などの補修改修工事が施され、 2008年秋には新築なった86番桟橋に無事戻され、博物館として再オープンした。環状展示機背景は、マンハッタンの街並みエンタープライズと入れ替わりになった回、会 3D スカイナイトブラックウィド2012年より、スペースシャトル1号機エンタープライズがイントレピット海上航空宇宙博物館で展示されることになり、その展示スペースを確保するために、 ミグマイナス -15 シミター攻撃機回 3D スカイナイトブラックウィドウの3機がグレンビルのエンパイアステート航空宇宙博物館に移送された。ありがとうございます。